タンタンだが、当初は、額の方向に垂れていた。ある激しいカーチェイスの間にクイーフが風で逆立ち、以来その髪型が定着した。3回目の冒険となる、タンタンアメリカへ、の発表時には、エルジェのみならず、読者にとっても、タンタンの認めが定着してきたため、容姿や服装が変えられることはなくなった。エルジェは、インタビュアーのヌマサドゥルから、淡ンというキャラクターが、 どのように発展したか問われ、タンタンは実質的にほとんど進化しなかった。絵としては彼は初めからずっと略画のままだ。タンタンの目や鼻を見てくれ。彼の顔はただのスケッチだ。記号表現だと答えた。アスリーヌも同様の見解を持っており、タンタンの絵はストーリーと同じくらい平面絵だとコメントしている。マイケル・ファーはエルジェがタンタンという名を バンジャマン・ラビエのチンチン・ルルトンという本から借用したと推測しているが、エルジェは1970年までその本を知らなかったと主張している。同時に、ファーは、タンタンは、おそらく名字であるとコメントしている。家主の女性など、他のキャラクターが彼を、ミスター・タンタンと呼ぶのがその理由である。一方で、アスリーヌは、タンタンには、家族がいないため、 タ々が苗字であるはずがないと主張しており、エルジェがタ々という名前を採用したのは勇敢で明快で、明るい感じに聞こえるだけでなく、簡単に覚えられるためである、としている。年齢に関する具体的な描写はなく、過去にタ々新聞にて、タ々の年齢はいくつくらいか、という質問が上がった際に、エルジェはそれに関して、最初は14歳くらい。 あと最終的には17歳かなと答えていた。一作目の時点で、すでに世界中に派遣される、報道記者としての人生を送っている。初の冒険では、ソビエト連邦に派遣され、そこから編集長宛ての特別伝報を送っている。かけた耳では、ノートを手に、民族史博物館の館長に起きたばかりの、窃盗事件について質問している。 ラジオの記者が詳細を自身の言葉で語るように強く求めた際など、淡々がインタビューを受ける側になることもある。しかしわずかな例を除いて、淡々が編集長に相談したり、記事を書いたりする様子は見られない。冒険が続くにつれて淡々が報道活動を行う頻度は少なくなり、アパートから調査をする探偵的な活動が多くなる。登場人物の中には、 鋭い知性と観察眼、推理力にちなんで淡々のことをシャーロック・ホームズと呼ぶ者も,もいる。淡々はホームズのように変装の腕前を見せることもあり、因縁の宿敵を持つ点も共通している。後の物語では淡々の職業はさらに変更され、報道記者という建前への活動はほぼなくなり、代わりに冒険者として成功を収める。レッドラッカムの宝の冒険で、 ハドック船長がムーランサール城を手に入れると、科学者のビーカー教授と共に城に寄宿することになり、それ以降は海底や山頂、月面といった突飛な場所での冒険が多くなる。自動車、オートバイ、飛行機、戦車など乗り物なら何でも運転や修理をこなす名人である。月面車を運転したこともあるほか、モールス符号の知識も持ち合わせている。 体力面においても、抜群の才能を有しており、長距離の歩行や水泳も難なくこなすほか、必要な時には敵へ強烈なパンチを食らわせることもある。エルジェはタンタンの能力を恐れ知らずで火の打ちどころがないヒーローと要約し、エルジェ自身がなりたかったような万能の天才で、弱点がほぼ見当たらないような人物である。エルジェがシリーズを書き進めるにつれて、タンタンの性格は変化していった。 L 字の電気を書いたブノア・ペテルスは初期の淡々の冒険における淡々の性格は守備一貫しない時には愚かしく時には白色でわざとらしいくらい経験かと思えば受け入れられないくらい攻撃的になると述べておりつまりは L 字のプロットを実現するための物語の手段に過ぎないのだという別の電気作家ピエール・アスリーヌは初期の淡々が ほとんど人類への同情心を見せないと言及した。アスリーヌは、淡々について、独身主義を貫き、行いに優れ、礼儀正しく、勇敢で、弱い者と虐げられる者の,の側に立ち、その気もないのに、いつもトラブルに巻き込まれる。起点が利き、思い切りが良く、資料分別がある。タバコも吸わないと解説した。マイケル・ファーは、炭炭が正直で勇敢な若者であり、 読者が自己投影できるようなキャラクターだと見ました。淡々はどちらかというと、中立的な性格であるため、自らを取り巻く、悪や愚かさ、無分別な事柄に落ち着いた反応を返す。それにより読者は、強い主人公が大暴れするのをただ見守るのではなく、淡々になりきって読むことができるのである。淡々の描写が記号的であることは、このような側面を高めている。 漫画の専門家、スコット・マクラウドは、淡々の象徴的で、中立な性格と、エルジェ特有の、際立って、写実的なはっきりした線の組み合わせにより、読者は、記号的なキャラクターの中に自己を埋没させて、リアルに描かれた背景の感覚刺激に満ちた世界へと、安全に入っていけるようになると述べている。他のキャラクターに対しては正直で礼儀正しく、思いやりがあって親切である。 さらに彼は、エルジェがそうであったように控えめで出しゃばらず、エルジェがそうなろうと努力したように友人に対して、誰よりも忠実である。一方で、かけた耳において銃殺隊に直面する前に、泥酔したり、ガツ世界探検において、ハドックが原因で全員が落命の危機に陥った際に、彼をたしなめるといった一面も見せる。しかし、マイケル・ファーによれば淡々は、 極めて広い心を持っていて、タ々ンタンチベットを行くではそれにふさわしい、グレート、ハートという名を与えられた。時には無邪気であり、政治的運動を推進したり、現実逃避主義者かのような一面も見せるが、実際のところはシニカルな一面が強い。エルジェがタ々ンタンが道徳家だとしても、物事を深刻に受け止めない道徳家だ。だから彼の漫画からユーモアが失われることがないんだと。 述べているように、全人ぶるところはあっても気難しくはない。タンタンが世界中で人気を博したのはこのユーモアセンスのためだと言える。ありがとうございます。